次の戦い決まったよ。ドルドリー、希代の名将大将が攻めてもこの100年落ちなかった難攻不落の要塞だぞ。すでに先発の白虎騎士団は壊滅したらしい。おいおい、それで無理な仕事を押し付けられたってことかよ。いや、グリフィスが名乗り出たようだ。でかい戦になるようだな。けど心配はいらねえよ。あの冷静沈着なグリフィスが決めたことだろ。冷静でいられればいいのだけど。何？昔鷹の段は地方貴族の領地紛争に参戦したんだ。その貴族は資産家だったが悪趣味で有名だった。目にかなった少年ばかりを集め従者としていたんだよ。子供はみんなうつろで怯えるような目をしていたさ。ある晩、私は見てしまったんだ。グリフィスが奴といるところを。冗談だろ、あのプライドの塊みたいな奴が。グリフィスは勝つために何でもするんだ。自分の采配で死んでいった者たちにせめてできることだって。そんな、でその貴族がどうしたってんだよ。その財力に物を言わせて、ある国の戦の前線で総司令をしている。おい、まさか。チューダー帝国北方戦線総司令官ゲノン。それが奴の今の肩書きだ。第一陣、全面の敵を蹴散らせ。なんて数だよ、本当に大丈夫なのか。今はグリフィスを信じて戦うだけだ。このような攻撃、一時侵入しかならぬ。奴ら何を考えておる。この旗の下で剣を振るのは多分これが最後だが、鷹の段切り込みたい隊長としてのけじめだけはきっちりつける。させられねえ。やってやる。
は少数。大工させる前に追い落とせ。まずは見事よかろう、受けてやる。全軍出撃、敵第一陣を撃滅せよ。隊長、俺たちを援護します。将がいるか。こいつやる。さっさと蹴りをつけねえとやべえ。じゃねえか。そろそろ潮時だぜ大将。第一陣撤退、本陣まで下がれ。ここで撤退とはな。グリフィス、思い切ったことしやがるぜ。
奴らは餌に食いついてきやがった。何もかもお前の手のひらの上ってわけだ。いつもそうだったよな。ここから城内へ入れる。全てグリフィスの情報通りだ。貴様、名は？鷹の段切り込み隊長、ガッツ。もう容赦はせんぞ。今度という今度こそ帝国貴族の誇りにかけても慰み者だ。またお前か。本当にゴキブリ並みのしぶとさだな。アドンの部隊が一人の敵に全滅させられたという話、まんざら嘘でもないようだな。認識が済めばグリフィスは白鵬将軍、鷹の段は白鵬騎士団か。ガッツ出ていくのか。クロウがやっと実を結びかけてる。鷹の段はこれからじゃないか。もう決めちまったことだからな。このままあいつの夢に埋もれるわけにはいかねえんだ。不満でもあるのか。あるわけねえよな。俺たちは旧国の英雄だぞ。もうすぐ貴族の仲間入りよ。カビくせえ兵舎とはおさらばだぜ。け、大ボケ野郎だぜ。血の滲む思いをしてやっと手に入れたものをお前は捨てちまおうってんだからな。俺は出会っちまったんだ、自分に振り向かせたいと思う奴に。だが高みを目指すあいつは俺には眩しく映った。もうごめんなのさ。あいつの夢の中であいつを見上げてるのは。俺は自分で手にする何かであいつの横に並びたい。俺はあいつにだけは舐められるわけにはいかねえんだ。グリフィスの横に並ぶだ？バカ言ってんじゃねえ！あいつは特別なんだよ！俺たちとは違うんだ！貴様がその地位にいられんのはグリフィスあったればこそだろうが！地位や階級には興味ねえ。俺が欲しいのはもっと別の。自分で勝ち取る何かだ。それがガキの戯言だってんだよ！そんなもんが簡単に見つかりゃ誰も苦労しねえよ。夢をつかめんのはほんの一握りの人間なんだよ。大抵は現実と折り合いをつけてなんとかやっていくもんなんだ。
俺はさ、昔から何でも小器用にこなせる方だったけど、どれも一番にはなれなかった。それで決めたのさ、自分でなれないなら一番になれそうなやつの下につこうって。最初から何も欲しがらないやつなんていないさ。でも誤解すんなよ、結構気に入ってんだ俺、今の自分の立場もさ。見つかるといいな、お前の何かっての。